ここはチェコフィルハーモニーの本拠地ルドルフィヌムです。そのコンダクタールーム、チェコフィルと関わりの深い数々の指揮者の写真が飾られています。1997年6月、私たちはこの部屋で指揮者小林健一郎さんのお話を伺うことができました。この度チェコフィルハーモニーとマーラーの交響曲に取り組まれるわけですが、すでに、復活をプラハの春とかザルスプルのフェスティバルでしてきております。で、第5話チェコフィルとは初めてです。チェコフィルハーモニーとの出会いを聞かせていただけますか？それはね、すごく前に遡るんです。ブラチスラバの秋という国際音楽祭がありまして、これはプラハの春に対抗したようにできたものだと思うんですけれども、そのブラチスラバの秋にチェコフィルと一緒に出演したことがありました。だからプラハではやってなかったんですね。そして私はやっぱり国立ハンガリーとかネーダーランドフィルハーモニー、元のアムステルダムフィルハーモニーのようなそれとかいろいろ客演をたくさんしておりましたから、なかなかチェコフィルとはうまい具合にコンサートを持つことがうまい時期がいただけなくて、何度か打診があったんですけれども、そこの時期がうまくいかなかったんですが、昨年久しぶりに定期に出させていただきまして、でその演奏会がお亡くなりになったバツラフ・ノイマンさんもお聞きくださって、その時ノイマンさんはお体相当悪くされてたんですが、それで私の部屋に見えて、前半で帰るけれども昨日あなたの演奏会がとっても素晴らしいということをメンバーから聞いたと、だから自分は一回あなたを聞いておきたかった、でオルガンのそばにお座りになって、で前半でお帰りになるかと思ってスベリウスのシンフォニーが始まって上をパッと見たら、なんかとってもこうなんて言うんでしょうね、すごいなんか僕にはこう本当にまた女神のような目が、ノイマンさんからこう光がっていうか発せられてきてるような感じがして、とってもこう見た瞬間にまた自分にこうキューをもいただけて、それがオーケストラの方に行ったというか、オーケストラもきっと何か特別なキューを感じたのかもしれませんが。今お名前が出ましたが、マエストロ・ノイマンとのことを聞かせてください。これからそのマーラーの全集を取ろうとしてるんですけれども、なんかノイマンさんの、マエストロ・ノイマンのエネルギーというのをなんか強く感じております。で特にこの部屋に来ますと、私実はねこの部屋で本番前になんかこのようにしてこう動き回って、でというのはこの辺にこういう過去を彩った大マエストロたちがこうありますでしょ。でこちらに向こうに野山さんいらっしゃいますけど、でそういう中で今からあと5分後にコンサートが始まるって、こうまるで檻の中の熊のようにうろ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 しておりましたら、突然そのノックされまして、5分前でね、こういう時の指揮者っていうのはひどく腹立たしくなるものなんです。もうコンセントレーション、これから出ようとするんだよって言って、少し怒ってグッと開けたらノイマンさんだったんですね。それで昨日のすごい大成功を聞いて、あなたに一度会っておきたかったけど自分は病気だからこういう時間に来てあなたを呼び出すことはとよく分かってたけど勘弁してほしいって言って、前半だけで帰ってしまうから、それでもう会えないからということをおっしゃって、席の方に行かれたんです。にもかかわらず休憩時間にまた来られ、終わってからもまた来られって、本当にだからノイマンさんのエネルギーがなんかこの辺にも満ちてるし、私が指揮している時にもなんかいつもこう降りてきてくださるというか、そういうのは私の先生の山田和夫先生とか渡辺明夫先生とか、いろいろなお教えいただいた方々がなんかいつもこう降りてきてくれるような気がしますね。次にマーラーのことを聞かせてください。小林さんにとってマーラーはどんな位置づけにある作曲家ですか？ベートーベンっていうのがこうひどく
とっても高く僕にそびえ立っていたんですけれども、後年マーラーを聞いた時に、もう一人の飛んでくる巨人っていう感じがしたんです。で、長く長くベートーベンがいて、でもう一つこうそびえ立って、なんか本当にそれにさらにオーケストレーションのこう豊かさとか、人間の心の機微とか激しさ、切なさ、なんかいろいろなものがここにこう込められてきてる音楽っていうのっていうのを、それまで、私には経験がなかったので、もう本当に飛んできる巨人っていうのがそのマーラーだったんですね。で、ベートーベンの音楽というのはどちらかというと苦悩を超えて歓喜に至れっていうのが彼の人生のモットーだったと思います。で、常にこうそれが、例えばこう意志の力がいつも何かによって時には陰りを帯びたり、虚しさを感じさせたりというのがあっても、いつしかこう意志の力がそこを激しく止めて、で歓喜に向かっていくところが、マーラーの場合は私がそっち側の方が好きなんですが、こう意志の力が出ようとすると苦しみがそれを抑えて、またそうなると苦しみが抑えて、いつも苦しみが基本モチーフになっていると。だから飛んできる巨人でありながら、こうなんて言うんでしょうね、人生観というのは全く違う世界にある。そこで私はいつもなんかその二人から受ける霊感、インスピレーションみたいなものというのはとってもたくさんありまして、今マーラーが、当時もまあいいオーケストラとかあったでしょうけど、今もしこれだけ世の中のオーケストラの世界が発展してなければ、マーラーっていうのはひょっとしたら今日ほど日の目を見てなかったかもしれません。それは今のオーケストラはアマチュアでももうかなり絶妙にマーラーの世界を成し遂げてしまいます。昔は僕は大変だったと思います。一昔前の日本のオーケストラ界がやっぱりウェストラミンスキーの春の祭典とかなんとかそういったものを演奏するのに、やっぱり30日ぐらい練習しなきゃいけなかった。今は3時間の練習でも春の祭典とかっていうのを本番に持っていけるぐらい日本のオーケストラは機能美が高まってますもんね。だから、そういういい時代に今僕たちはマーラーを捉えることができるってきて、大変幸せな時代が来ているなと思います。マーラーの演奏は高い技術を必要としますね。オーケストラには様々な機能美が存在しておりまして、一つのことを行するときにたった一つの言葉によってものすごく幅広くその表現できるという。ですからマーラーは違った方向で表現されるのをとっても嫌がったんだと思うんですね。あれほどの方ですから。だから指揮者に対して、ここは4つじゃなくて2つで振りなさいとか、1つで振りなさい、あるいは指揮者は息を取ってはいけないとか、4楽章から5楽章までには3秒間しか置いちゃいけないとか、この楽章が終わったら5分間椅子に座ってなさいとか、なんかいろいろね、そういったことまで。で、もっと例えばトランペットのステージの後ろで弾く人に、こっち見るときこうやって吹いてて、その後後ろ向いて吹いてくださいなんていうことまで指示があるんですね。だからむしろ僕は楽譜の陰に眠ってるその、行間の宇宙っていうんですか、行間が宇宙のような広がりで語りかけるものっていうのは、ある程度マーラーによってその締められてしまうという部分はあるんですけれども、でもそれはそれなりにすごいと思います。次にチェコフィルハーモニーについてお伺いしてみたいと思います。どんな特色を持ったオーケストラですか？少なくとも私がやらせていただくとき、チェコフィルはとっても潤いを帯びたり、輝きを帯びたり、ホモゲエンといいまして、オーケストラが一つの共同体として成り渡る。つまりオーケストラにスタープレイヤーとか、スタープレイヤーだけでできているというのもあまりいいことじゃなくて、例えば野球で3番4番バッターだけが打てばじゃあ勝つかっていうと、いつもそうではない。9人が
それぞれスターでもみんなの気持ちがこうチームの中で一つに溶け合わないとなかなかうまくいかない。オーケストラはもっとそれが激しいものでして、だから全部がうまくてもダメ。一人の人がソロをするときにみんながこう影のようになってあげて、そしてその影が時には光になり、だから光と影っていう部分からそれがそのなんて言うんでしょうね、ある時には祈りの部分になると全体がこう湿り気を帯びてみたり、それから時にはなんて言うんでしょうか、霧がかかったような中でこうさまようような状態になったり、本当にデリケートに魂からのなんかあれがあったり、うーっとこうなんて言うんでしょうか、泣き叫ぶんじゃなくてそれ以外にもっとこう苦悩の極みといいましょうかね、真っ白な雪にこう真っ赤に凍結されるようなっていう部分とか、なんかそう僕なんて夏が大好きなんで、例えば夏の雲が秋の雲に変わるときって僕は妙に切なくなるときがあるんですけど、そういう切なさとかっていうのが縦横無尽に出すためには、それぞれの人がそれぞれの役割とともにそれぞれの生きてきたその人生そのものがこうほとばしる瞬間がおびただしくあるのが優れたオーケストラだと思うんですね。だからそういう意味で私がやってることをチェコフィルが非常に柔軟にこう途絶えてくださって、でいいものがいつもできて、今まではできてきてたと思います。本当に私自身の力じゃなくて何か特別な宇宙の大きなエネルギーが、それ神と呼んでもいいのかもしれませんが、エネルギーが私に特殊な働きかけをさせてくれて、さらにチェコフィルがチェコフィルの中でもいい、高みというか、なんかそのハイレベルというか、そこでね輝いてくださってるっていうのは、僕もやっぱりとても運命論者になってしまいますけれども、なんか特別なものを感じています。もう練習は始めていらっしゃいますか？チェコフィルに限らず全てのオーケストラに私は大変尊敬の念をいつも抱き続けています。それでお互いが芸術家なんだから、できないところは自分で当然いろいろな形で御しておく必要があるのではないか。だから僕も明日はもっと指揮するのをうまく頑張ってきますから、この辺でやめておきましょう。でも僕の考えもお分かりいただけたと思いますので、明日はこういう形、今お話ししたような形にさらにというようなので初日のリハーサルは終わってしまいます。そうすると大体5時までの練習をどうして1時に終わるのって大体叱られてしまいます。フリーセンパウゼニストソフィーレパウゼドフパウゼアバで、次の日は事務所から絶対的なクレームがつきまして、ミスター小林、悪いけれど私たちはやっぱりそのホールも予約しておかなきゃいけないし、みんなもそうやってやりたいと言ってる、だからやってほしい。でもじゃあ一度コンサートを聞いてください。でコンサートでもしそごをきたすようなことがあれば、それは僕の責任として全面的に捉えさせていただきます。ところがそういう時ほどやっぱりオーケストラの白熱度っていうのはすごく高まるものでして、やっぱりお互い芸術家ですから 2,3 回楽譜を見て通せば当然のごとく楽譜の裏まで読む速さなどっていうのはオーケストラの集団っていうのは持ってるんですね。だからそういう意味で本番にそのお互いの芸術家としての火花の散り方っていうのが
長い練習をこうやったからはいこうやりましたでこのまま本番に行きましょうでやったのでは芸術家としての本質は全く失われてしまうと僕は思ってるんです。だからチェコフィルの練習はだいたい普通5分の1ぐらいで終わってしまいますが、皆さんでもそれでそれで僕は十分だったと思って後でこう言いに来てくださる方もいましてね、あなたの練習の仕方とあなたの本番の持っていき方とあなた の, 聴衆に対するおもんぱかり方とかっていうのはそれとっても私は感動しますとか言ってきてくださる方もいて、大抵最近皆さんそう思ってくださってるみたいなんで、私が練習方向をこれからも変えないでいこうと思うんですが、チェコフィルのようないいオーケストラになりますと大体普通のオーケストラの5分の1ぐらいで済みますね。そこに長い伝統の中に培われたこう凄まじい生き様が反映している部分というのがたくさんあると思いますね。マーラー演奏についてはどうでしょうか。広がりって一つの言葉で言ってしまうとそんな言葉に集約されると思うんです。例えば祈りっていう一つのこう部分における広がりっていうのがすごく幅広く多いんですね。だから苦悩って先ほどこうちょっとこうやりましたが、苦悩っていうのを一つ見てもやっぱり内面に沈潜してその慟哭というかその触れるようなニュアンスっていうのがやっぱり幅広いんです。レンジが広いと言った方がいいですか。音の広がりがまた幅広いんです。つまり音がその飛んでいく様がフェアって飛ぶのじゃなくてうーっと飛ぶというか、だから それがなんかマーラーのこう宇宙というのが激しく何光年も広がるような、そのいつもこう彼方にまだ広がっているような宇宙のようにこう広がりがある部分をたくさん感じてとても感動します。
ここにしてください。ボヘミア出身のマーラーにすれば、チェコフィルの人たちは当然自分の国の作曲家だと思ってるでしょうから、そういう心入れ方っていうのはまた違いますでしょうし、伝統の中で息づいているものがこう生まれて、そのメンバーの方々が生まれた時からもうこう僕たちが例えば悲しい酒とかっていうのがこう何気なく口ずさめるようなニュアンスでマーラーが口ずさめてるのでしょうから、で外国人の方が例えば悲しい酒を歌うとちょっと変なニュアンスになると思うんですね。で僕たちちょっとうっと思うと思うんですけれども、彼らは本当にボヘミア・マーラーをそう思ってるし、それで中でこう一つのマーラー像っていうのを出してくるでしょう。でどうして僕と違和感がないのかなというちょっと不思議さはあるんですけれども、でもその中で彼らは僕からのメッセージをうまい具合に一つの何か別なシグナルで彼らのモールス信号のこういうふうに変えて、彼らの中で息づくマーラーを作っていってるんじゃないかなっていう気もしないでもありませんね。グスタフ・マーラー、指揮者であり作曲家であった彼の活動の場はウィーンでありニューヨークでした。しかし彼が生まれたのはボヘミアの小さな村カリシテであり、以後ウィーンに行くまではチェコに生活していました。彼の音楽にはたくさんのボヘミアの旋律が散りばめられています。1860年7月7日、マーラーはユダヤ人の両親のもと、現在でも人口200人ほどのここカリシテに生まれました。聖歌は一度消失しましたが、現在はこのように復元されています。同じ年の12月、一家はウィーンとプラハの中間に位置する町、イフラバに移り住み、マーラーはここで少年時代を過ごしました。ここはマーラーの通ったギムナジウムです。後に自らこのギムナジウム時代を青春の空飛だったと述べています。でも当時親しんだ軍楽隊の音色はマーラーの作曲に大きな影響を与えましたし、世界で唯一のマーラーの記念館もここイフラバにあります。プラハに来たマーラーが得た最初の比較的レベルの高い仕事は1885年8月、ティール劇場の第二常任指揮者のポストでした。すぐそばにはマーラーの住んでいたアパートも残っています。プラハではマーラーはよく国民劇場に足を運んでいました。この頃、スメタナやドボルザークのオペラを知るようになりました。実際、スメタナのダリボルは、後にマーラーがウィーンで上演した
最初のオペラとなりました。そして何よりもマーラー自身による数々の言葉が物語っています。友よ、この世は私に幸せを与えなかった。私はふるさとに帰り、決して他の国に憧れることはない。ふるさとはとても美しい。あなたはそれを聞くことができますか。すでにイフラバの森における私の幼少時代に、それは私を感動させ、私の心に刻み込まれていたのです。チェコフィルハーモニーの団員たちに話を聞いてみました。パン・コバヤシ、podle mého názoru vyhovuje naturelu našeho orchestru. Svým způsobem dirigování podporuje přirozenou muzikalitu, která v orchestru je. A nepodstatným momentem je, že pan Kobayashi, aspoň podle mého názoru, je velice milý člověk. Nespomínám si zcela Sibelius. Přesně, ale myslím, že to byla symfonie Jeana Sibelia. Já jsem zpočátku jsem měl dojem, že pan dirigent Kobayashi je dirigent, který patří určitě jako do, řekl, do kategorie vynikajících dirigentů. Člověk se nesmí se moc bát, protože nesmí na to moc myslet, že to je těžký, protože to, jak si člověk tohle říká, tak nikdy nic nezahraje. Prostě musí to nechat tomu volný průběh, ono to nějak dopadne. Gustav Mahler. Bohemia 生まれでありながら、ボヘミアを捨て、ウィーン、ニューヨークと転々活動の場を移しました。そしてユダヤ人として生まれながら、キリスト教の世界に足を踏み入れることもいといませんでした。イフラバにも幼いマーラーが聖歌隊で歌っていたというカソリックの教会があります。マーラーを僕はね、僕は例えばこういう考え方っていうのはいいかどうか分かりませんが、僕は例えばベルリオーズがフランス生まれの人であるっていう考えはもう世の中は捨てた方がいいんじゃないかと思ってしまってるんです。ベートーベンはドイツ生まれに違いありません。だけどもはや世界のベートーベンであり世界のベルリオーズですよね。つまり日本人としても僕たちは、仮にあの方がフランスで生まれても僕たちベルリオーズってフランス生まれなんていちいち考えませんし、ということはもうコスモポリタンでいいんじゃないかと。だからマーラーの中に眠っている、マーラーの中がマーラーが表そうとしているその五線の影の部分っていうのを、むしろさまざまな国の人たちがデリケートな捉え方でやっていってあげることこそ、より一層マーラーなりベルリオーズなりベートーベンなり過去の作曲家たちを輝かせるキーポイントになるのではないかと、そんなふうに思っています。では今回演奏なさる第5番についてお聞かせください。結婚した頃であるというその結婚の悲劇っていうのが匂うのかな。結婚っていうのはマーラーにとっちゃやっぱりなんか特別な人生を歪めさせた世界だったのかもしれませんね。だから早々行進曲で始まるんです。早々行進曲が常にこう求めようとして求められない、掴もうとして掴められない、そういうこう苦しいもどかしさの中でずっと進んでいって、で一楽章の終わりに実はクラーゲンドって嘆いてっていうところがあるんですが、オーケストラ全体がその時だけですね本当に泣くんですね。これはピアノで弾いてこう泣いてって言って見てくださる方にお聞きいただけるとなんか気分が出ません。例えばそれよりはホルンがキブルって言いまして、こう普通にファーッと吹くのではなくてウィーっていうところがあるんです。でトランペットもソルディーノをうまく使ってピッで弦楽器がまたジェーッと言わせまして、でシンバルなどがそれにこう輪を加えるようにシェーッ、
そういったことっていうのが僕は一楽章の最後の瞬間のそのクラーゲンド、つまり私はあの時もう指揮をする方法がないもんですから、うーってやる時間なんですけど、ここあのオーケストラがいないと自分でそういう形できないんですけど、その瞬間にこのマーラー全体の五楽章が最後は勝利というふうに呼ぶ人もいますけど、あれは苦悩の勝利であって、苦悩があの光に変わる瞬間は多分っていう、そんな時間だろうと思います。四楽章のアダジェットのあの血を吐くような思いとか、あの三楽章にもこう光がありそうでなくて、いつも光がこう影に隠されながら進んでいって、それで給付がたくさんあって、それが全部ため息に変わってしまうとか、一二楽章っていうのは同じ早々行進曲として一つの対を成しています。そういう形で言うと、全体にはもう黒く彩られた人生観の繁栄しか僕には感じられないんですね。で、精神的にちょっとあのひょっとしたら病的なあの鬱の状態があの曲に多くのものを書かせたりしたのだと思うんですけれども、いずれにしても大天才があの苦悩の限りを尽くして僕たちに訴えてくるっていうのを、我々はどうやってその還元するかっていうのが、なんかチェコフィルの方々にそれをお願いしなきゃいけないかなと思っています。でもある意味で言うと、聞いてくださる方々がそのような僕たちの思いという思いの丈というのをお汲み取りいただいてお聞きいただけると、きっと その別なあの作品が生かされ方ができできるかもしれない。あの第五シンフォニーは私にとっては本当になんか心の中にいつももう住み着いているシンフォニーという感じでしょうか。